はい、皆さんどうもお疲れ様です。ファズチャンネルになります。どうもどうも。はい、現の私が選んでみました、はい。本日は一体どんな感じになるんでしょうか。早速現さんよろしくお願いします。はい、ご紹介に扱いました GEN 現であります。本日はですね、今まで取りこぼしていた70年代ずっと触れなかった米国の、ハードロックを中心に、ですかね、ハードロックから産業ロックに行く流れ、産業ロックって言ってるのか分かんないですけど、ね、まあまあでもそうですよね、はい。まあ、その辺をちょっと拾っていきたいと思います。はい、はい、まあ、主題歌、はい、I started somethingにゃーにゃーにゃー、まあ、それはそれとして、米国のハードロックといえば皆さん何を思い浮かべるのか分かりませんが、まあ、例えば、はい、アロスミス、エアロスミス、はいはい、アロスミスもね、日本国民はさ、あれよ、あの映画のアーマゲドンね、Go on a close my eyes、 はい、それをね、それを思う人もそのね、ほら、まあ、多い人いますよね、うん、それはね、まあ事実だからね、うん、スリラーと同じぐらいもう効果音になってるんだけど、エアロスミスはですね、まあ、世界でも、まあ、なかなかダントツにファンキーなハードロックバンドなんですよ、うんうん、まあ皆さん、あら、ランディ MC、ウォークディスウェイ、ここにも入ってるんだけどさ、うん、まあ、まあ、それとかでも、まあ、知ってる人は知ってるわけですけど、うん、まあ、トイズ・ジャティック、はい、まあね、はい、トイズ・ジャティックいいよね、僕は一番これ、名盤ですよね、うん、それはね。これと、ロックス、どっちがいいかみたいな議論はあるんですか、うん、それは。いや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 、それは。一応、たまには、ごめんなさい。それはどうなんですかね。でも、私もそっち派です。ああ、ありがとうございます。どっちかというと。白いやつよりも、これ、はい、じゃあ、白いやつなんだっけ、あれ、泥じゃない。あ、ドロドラインね、うん、そうですね。ああ、うん、はい、じゃあそういうわけで、まあ、賛成していただいてということで、はい、はい、まあそれからですね、はい、ドンチープトリック、はい、もうね、チープトリックといえばもう何ですかね、米国のこういうさ、米国ハードロックでいいんですよね。なんかアイドルなの当時、僕知らないんだよな。まあそうですね、まあもうビジュアル的に、うん、まあ、ロビン・ザンダーでしょうけどね。ロビンとさ、まあ、トム、うん、が超かっこよくってさ、あとの2人がこうね、いろいろ言われてますけど。まあでも、その辺ももちろんあって、女性人気が高いっていうのは否めない話ですけどね。ほら、うん、僕、武道館ライブの、何十周年記念の武道館ライブ行ったんですけど、はい、もうそしたらさ、ロビンがさ、あの時ここにいたやつって言ったらさ、お姉さんが、たちがさ、はーいって結構、ね、結構声が上がって。そうか、いい話、いい、よかった。はい、はい、そんなか。あとさ、このさ、ロビンとトムがこっち側でさ、あとの2人はこっち側みたいなジャケットのやつあんのよ。まあいいんですけど、はい、はいはい、まあそういうわけで、まあ、チートリ、チートリ。はい、これはね、ロゴも有名ですからね、ACDC ぐらいね。それからね、はい、どん。グランドファンク・レールロード、もうカナダですけどね、はい、うんうん、グランドファンクはですね、まあグランドファンク、これはもうグランドファンクなんだけど、やっぱ雨のブドウ、雨、ブドウじゃないじゃん、雨の後楽園で、そう、有名なハードロックバンドであります、はい。ね、聞いた話なんですけど、カナダのバンドなんだけど、はい、いつも間違えられるから、はい、We are an American Band っていうね、歌を作ったんだって。まあ、なんか自分たちの代名詞のような曲になっちゃいましたけどね。まあ、日本国民とグランドファンクレールロードの接点は、1、井上陽水がパクってる。うん、それから2、ほら、携帯電話の、CM で SMAP が出てきたやつでロコモーションがかかってた。うんうん、エブリバディーニャン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 。そうですね。はい、まあ、まあ、みんななんかどっかでね、聞いたことあるなっていう。そう、はい。まあね、リンクは多分貼らないですけど、はい、各自調べてください。はい、それから、まあ、同じ、カナダのね、はい、ラッシュ。はい、ラッシュ、もうね、ラッシュはね、3人組のね、ベースボーカルとギターとドラムのね、もうテクノロジーってテクニックの方ね、もう技術満載のね、うん、もうダブルネックのベースとか弾いてましたもんね、だってね、うん、あとね、80年代に入るとキーボード弾きながらペダルでベース弾くのよ、うん、もう何なの、そんなにやりたいのかっていうで歌うっていうね、うん、はい、まあ、ラッシュももうドラマーの人が亡くなって日本に来ない、はい、ね、日本どころかもう世界中永遠にライブやらないんですけどね、うん、私は見たことが東京で見たことがあります、ラッシュ、はい、あと、まあ、ここにないけどキスね、はい、キス、はい、キス、はね、まあ、デトロイトロックシティですからね、じゃあじゃあジャック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 、ニニニニニニニ、まああとはまああれね、ノノ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 ノ
あのうちにレコードないんでね、あのディスコの時もかけなかったですけど、はい、かけなかったです、はい、というわけなんですけど、アメリカのハードロックというのは、ハードロック市場というのはやっぱあのなんていうんですかね、それが工業商業産業的にさ、あのキーになっていくんですよ、アメリカで売れるかどうかっていうのは。それでまあだんだんそのアメリカに売れそうなハードロックっていうのを人々は作っていくようになる、うんうん、まあ、例えばあのジャーニーとか ね、 そ、 うですね、それからボストンね、うん、まあ、トトもそうですよね。そうですそうです、うん、まあでもそのまあそういう感じになっていく、うん、これをあの渋谷陽一という日本人が、うん、あのはあプログレッシブハードロック、うん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 、あるいはアメリカンプログレッシブハードロックと呼んだんですね、はい、なるほど、うん、でほらだけど同じさ渋谷はさ何年か経ってさ産業ロックっていう言葉を発明するわけですよ、はいはい、その頃からなんかこうなんか見下してたのかなっていう。いや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 そういうわけではないでしょう。まあまあ私の当時のことは詳しくは知らないけど、だから実際やっぱボストンとかジャーニーっていうのはどういうジャンルなんだっていうと、やっぱ AOR だろうとかっていうやり取りはあのちょっと英語で検索するとあって、まあやっぱメロディアスだったりとかそういうものもありますからね。でもそれたら AOR の人が怒るよって。まあ AOR も日本語と英語で意味が違うんです。そうですね。というわけでそのあのハードプログレッシブハードロック、ハードプログレ、はい、プログレハードで3枚、今週は選んでいこうと思います。はい、お願いします。はい、1曲目は、はい、どん、カンザス、はい、はい、カンサスですよね。カンサス僕すごい好きなんですけど、うん、はい、いいですよね。 あ、そう、うん、意外ですね。いいですよ、いいです、うん、カンサスとか、ま、ただ曲によりますけどね。あ、はいはい、やっぱ明らかになんか安いっぽいっちゃ悪いけど、なんかロックじゃないやつありますもんね。あのまああのやっぱ日本国民はダストインザウィンドウを聞くと、あ、これかーって思うんだと思うんですけど、あのほらあのアコギのさ、うんうんうん、あのあ、ね、スリーフィンガーでさ、はい、ずっと弾いてるやつ、はいはい、カンザス、まあまさにキーボードが入って、はい、で変拍子が入って、ね、やっぱプログレッシブといえばそう、組曲っぽい、真面目にプログレをやろうとしていた、はい、だからプログレでいいじゃんね、なんでプログレッシブハードロックになっちゃうのっていう。まあいいんですけど、はい、はい、1曲で言えば、はい、はい、あのポイントオブノーリターン、もうあのねこのバンドはね、あの専業のねバイオリンの人がいるんですよ、はい、でなんかねそれがやっぱいい味出してると思うんですけど、まあ嫌いな人は嫌いでしょうっていうね、弱気な感じになる。はい、まあこれもベスト版なんで、そうジャケットをちょっとあのやっつけですけどね、あのこれはいろんなアルバムの要素が入ってるのよ、本当は。なるほど、はい、そう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 いうことなんですね。はい、そうです。1曲目は、はい、ありがとうございます。セカンドアルバム2枚目はね、はい、どうブルーオーシャーカルトを上げたいと思います。ブルーオーシャーカルトのね、はい、エージェントオブフォーチュンですね。このアルバムはこんなね、こんなダサいジャケットですけどね、まあ、1曲ね、ロック史に残るね、うん、Don't Fear the Reaper、これが入っています。放題はね、死神。Don't Fear the Reaper、これが入っています。2曲目ね、これね。あのね、ブルーオイスターカルトっていうのはですね、ヘビーメタルの時に開けたんですよね。まあ、最初はこういうコアモテのバンドなんですよ。なんかね、オカルト、うん、だってファーストアルバムの放題がオカルト宣言だからね、何なんだっていう。これもね、あのね、あの第二次大戦のね、ドイツ軍にね、こういう陰謀があったみたいなコンセプトアルバムなんですよ。それがね、急になんかタロットとか言って、まあこれはまだいいんだけど、うん、次のアルバムもうこれだからね。まあそうですね、アルバムによって全然変わりますよね。でもこれね、1曲目はね、ガズイラ、有名なガズイラ、うん、あのビンディニュースをお知らせします。ビンディニュースをお知らせします。こちらがギズホームに向かってます。大至急避難してください。大至急避難してくださいってね言うのよ、ボーカリストが。まあそれはいいんですけど、まあこのエージェントフォーチュン、はい、これはね、あの Don't Fear the Reaper、 あのブルーオースターカルトはもともとキーボーディストがいたんですけど、この Don't Fear the Reaper でさ、あのバックダーマっていうギタリストの人が細い声でさ、歌うんですよね、なんかこう軟派な軟弱な曲を。まあそれがいいということで、はい、あのビデオを見てください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ3枚目ね、はい、3枚目は、はい、どうも、レインボー、ダウンツーアース。あのレインボーはさ、英国のハードロックの王道なのよ。
なんだろうな、はい、全然アメリカじゃないんですけど、うん、やっぱこのアルバムからそうですね、ハードプログレじゃないですけど、プログレハードじゃないですけど、やっぱ多分ポリドール、レコード会社の契約の問題があったと思うんですよ、はい、明らかに意識して作ってますよね。でもアメリカで売れないと契約ができないっていうふうになったんだと思うんですね。そんでさ、ほらこの 1曲目のオールナイトロングはさ、はい、ラスバラードの曲なんだよね、うん、もう外部のアシンセビーゴーンがラスバラードのカバーなのか、うん、そうやってもう、はい、アメリカのこれ売れないとダメだっていう空気になってきた、うん、でまあレインボーがそうなっちゃった。だからさ、伊藤政則とかはそういうこと言わないから、いやこれはアメリカレインボーアメリカ制服へのなんとかだとか第一歩だとか言ってんだけど、うん、いや今聞くとさ、やっぱね、一曲言えばですね、まあ、ロスト・イン・ハリウッド、ロスト・イン・ハリウッドはですね、やっぱプログレじゃないんだけど、うん、途中シーンとしてさ、まあ、そうですね、展開というかね、まあレインボーの曲は展開難しいんですけど、うん、でもやっぱさ、このジャケット、ダウン・トゥ・アースだって、まあファーストアラームこそこのね、銀霊の覇者だけどさ、はい、セカンドアラーム、はい、ね、ライジング、虹をかけらっしゃ、サードアラーム、バビロンのゲート、ロングレムロックンロール、このコアモテ、これなんかさ、もう俺はベートーベン、現代のベートーベンだから何かっていう、それがさ、もう、ボーカリストが変わってさ、なんか横山やすみたいな白いスーツのリーゼントの男に、名盤なんですよ、これね、やっさん、やっさんっていうか、グラハンボネットね。ちなみに、それじゃないですけどね、それファーストワンで。あ、それファーストワンで。これ、はい、これね、はい、グラハンボネット、はい、ここにないですけどね、写真で。あ、まあ、それは、はい。ガミさんが、ええ、ロスト・イン・ハリウッド・エヴァーって言われると思ったから持ってきたんですけど、ね、西城秀樹のはないんですけど、はい、本庄美佐子、はい、日本のヘビーメタルの歌手は浜田真理とか本庄美佐子とかね、はい、HM ヘビーメタルの HM になってるんですけど、この本庄美佐子さんがですね、ロスト・イン・ハリウッドをカバーしています。なるほど。はい、リンクで貼っとくんで、はい。いや。というわけでした、はい。はい、お疲れ様でした。あ、はい、どうもありがとうございます。長々と失礼しました。ありがとうございます、はい、皆さんご視聴どうもありがとうございました、はい。ではまたまた次回よろしくお願いします。